年間ランキング83位でシード喪失の渋野日向子。米女子ツアーアニカドリブンバイゲインブリッジアットペリカンはリリア・ブ選手の優勝で幕を閉じました。ブ選手は今年2月のホンダ LPGA タイランドでツアー初勝利を挙げると4月のシェブロン選手権でメジャー初優勝、また8月の AIG 全英女子オープンも制し今年だけで4勝、うちメジャーで2勝を挙げています。今大会を終え、ブ選手の CME ポイントランキングは2位。1位のセリーヌ・ブティエ選手を僅差で追っています。ロコスは今週開催のシーズン最終戦のみ、上位60人だけが出場できる CME グループツアー選手権で年間最優秀選手が決定します。日本勢は、勝みなみ選手が7位タイ、西村優菜選手が51位タイ、渋野日向子選手が61位タイ、古江彩佳選手が予選落ちでした。同大会を終え、年間ポイントランキングは、翔選手74位、西村選手49位、渋野日向子選手83位、古江選手10位。また、今大会に出場していなかった笹生優花選手は16位、畑岡選手は19位。ポイントランキングで80位以内に入った古江選手、笹生選手、畑岡選手、西村選手、勝みなみ選手は来シーズンのシード権を手に入れました。一方、83位でシーズンを終えた渋野日向子選手はシード権を喪失しましたが、ポイントランク81から100位のカテゴリーに入っています。このカテゴリーは、最終予選会 Q シリーズのトップ20よりも優先されるため、予選会からの米女子ツアーを目指している西郷真央選手、吉田優利選手、馬場咲希選手が Q シリーズで上位に入った場合でも、渋野日向子選手の方が多く試合に出場できることになります。両足を広げてラインの読む動作のポイントは、さて、アニカドリブンバイゲインブリッジアットペリカンの最終日は、西村選手と渋野日向子選手が同組でした。二人はグリーン上で同じ動作をしているのをご存知ですか？それは、ラインをまたぐ動作。カップと正対しながら、両足を広げてラインをまたぎ、足裏で傾斜を感じています。最近は多くのプロが取り入れているラインの読み方なので、中継で見たことがあるという人もいるはずです。この動作のポイントは、どこでラインをまたぐか。グリーンは1枚の板が斜めになっているような一方向の傾斜ではなく、細かな起伏があるもの。ですから、カップサイ、ボールとカップの中間、ボールの近くなど、複数箇所の傾斜を感じることで、より正確にラインをつかむことができます。このライン読みは慣れていないと時間がかかってしまうので、取り入れる場合は練習グリーンでスムーズにラインが読めるように練習しておくといいでしょう。小学生みたいな基本から発見あり西村優菜はご褒美の最終戦へ。米国女子アニカドリブンバイゲインブリッジアットペリカン最終日。69のスコアは前日と変わらない。ビッグスコアが出せそうで出せないもどかしさを依然として抱えていそうで、西村優菜の表情は晴れやかだった、パターでいい、発見、があった。スコアにはつながらなくて、昨日と一緒なんですけど、感覚的にはいい感じだった、と声のトーンを上げた。渋野日向子と同組でのプレーは1番で 2.5 メートルのチャンスを生かすバーディ発進。3打目をピンに絡めた7番、パー5も取ったが、続く8番はグリーン左からパターを使った寄せがきつい上り傾斜でショートしてボギーを喫した。後半は1バーディ、1ボギーという結果以上に好機が多かった。パットが一筋外れる場面も目立ち、その度に悔しそうに体を折ったものの、感触は上々だったという。ちょっと読みすぎみたいなところも多かったけど、外し方に気持ち悪さはなかった、と振り返る。すっきりして戦えた理由は、前日のラウンド後に行った練習にある、本当に基本的な、小学生みたいなことをしてました、と苦笑するメニューは、ここ最近パッティングの意識で大半を占めていたストロークではなく、ライン取りにフォーカスしたもの。
帯同キャディと読みをすり合わせながら、自分が見ているポイントにティペグを刺し、そこから延長線上の80cmくらい先にターゲットを設定。スピードをイメージしながら、そこに向かって打つ練習をひたすら繰り返した。特に苦手なスライスラインを徹底して反復、今までと違うスライスラインの見え方がしたりした。もうちょっと決めたかったところもあったけど、昨日よりいいストロークで、昨日より決めたところに打てたかな、とうなずく。ポイントランキング上位60人による次週の最終戦、CME グループツアー選手権は、80位までのシード確保に全振りしていたシーズン中盤までの苦労を思えば、ご褒美でしかない、やることが決まった感じはある、修正点は何だろう、と探って来週に行くよりは、調整、時間に余裕もある。しっかり準備して、しっかり頑張りたい。ルーキーとして勝ち取ったエリートフィールドでの4日間へ、上を目指す貪欲さが溢れた。渋野日向子日向子、渋野日向子。1998年生まれ、岡山県出身。2019年の AIG 全英女子オープンでメジャー初制覇。同年は国内ツアーでも4勝をマークし、賞金ランキング2位という成績を残した。2020から21シーズンは、スタンレーレディスゴルフトーナメントと、樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメントで勝利。22年から米ツアーを主戦場に戦っている。国内ツアー通算6勝、サントリー所属、西村優菜。2000年生まれ、大阪府出身。19年のプロテストに合格し、翌年の樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメントでプロ初勝利。21年はワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップでメジャー優勝を飾るなど、年間3勝をマーク。2020から21シーズンは賞金ランキング5位と躍進。22年は2勝を挙げて、通算勝利数を6とした。今季は米女子ツアーに参戦。スターツ所属、解説、石井忍。1974年生まれ、千葉県出身。日本大学ゴルフ部を経て1998年プロ転向。その後、コーチとして手腕を発揮し、多くの男女ツアープロを指導、エースゴルフクラブを主催し、アマチュアにもレッスンを行う。